上層乾燥梅津ゴアシよろしくお願いしますということです。僕の特技技は、ホラーとギャグ、まあ、だけではなくて、SF とか本当にあの一つのジャンルだけではなくて多分いろんなものいっぱい書いています、ですのであのその辺も皆さんにぜひ知っていただいて、まあ、場合によったらあのホラー書いてる人かなというふうにだけ思っていらっしゃる方もいると思うんですが、もっといっぱいあの本当に、ここに来ていただくと、本見ていただければずらずらずらといっぱいありますので、そういうのをぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。名前は梅津和夫、あ、日本風で言うと梅津和夫、はい、あなた方風に言うと和夫梅津です。よろしくお願いします。実は漫画家になる前に僕は本当に毎日、絵が好きで絵ばっかり描いていました。あのもっと遡りますと、生まれて7ヶ月ぐらいの頃に母親がまだ歩けない頃です、あのこういう子供に紙と鉛筆持たせて何か描かせたら描くかなって実験したんですね。したそうなんです、母親が言うには。そうするとあの、丸を描いたので、そこから丸に丸を足して、あの丸に丸を足して花だよとか言ってやってるうちにあの本当にあの絵を描くようになってしまって、僕自分自身も気がつくといつも紙と鉛筆持ってその辺でスケッチしたりっていうふうにしてました。そしたら、小学4年生ぐらいになった頃に突然あの、漫画、またはあの小説とかその、現実でないあの想像の世界にすごく興味持ってしまって、でまあ、その中で特に漫画が一番あの創造性が豊かだったもんですから、一気に漫画の世界にのめり込ん でそこからずっと今まで漫画を描いています。一番影響を受けたのはやっぱり手塚治虫なんですよね。ただその前にあの小学4年生に一気に漫画に興味を持った時に、僕の町の本屋さんで貸本屋っていうのがありまして、そこで片っ端から漫画を読み漁りました。そしてある日あの夏、夏祭りに行きましたら、そしたらあの夜店が出てまして、地面にあのシートを敷いてその上におもちゃとかいろいろその中に本もあって、で見るとすごく面白そうだったのでそれを買って読んだら、それが手塚治虫さんの新宝島ってやつで、それで僕は一気にうわ僕もこんなふうな面白い漫画を描くプロになるぞっていうふうに、そこであの僕がプロになるきっかけを、見つけてしまいました。